実宗が隠居したことで家督を継承した伊達晴宗。1555年室町幕府は伊達氏を奥州三大職に補任、伊達氏の価格上昇を示しました。1565年には次男照宗に家督を譲りますが、照宗と晴宗の間には何度もいさかいが生じました。1570年照宗は家中の統制に動き、反抗勢力を抑えたことで家中の実権を掌握した照宗、晴宗の方針を引き継ぎ、芦名氏との同盟を保ちながら南奥羽の諸勢力の頂点に努め、幅広い外交を展開。織田信長に鷹を送り、北条氏政や柴田勝家とは頻繁に書簡のやり取りを行い、友好関係を構築しました。